クラスターが発生したのは、会津若松市の武田総合病院です。病院によりますと、今月9日、職員1人が喉の痛みを訴えて pcr 検査を行い、一昨日感染が確認されました。これを受けて、一昨日接触の疑いのある職員や入院患者など、およそ120人の検査を行い、昨日までに17人の感染が確認されました。 病院では今月4日にも男性職員1人の感染が確認されていますが、今回の18人との関連性は不明で、現時点ではクラスターの人数には含まれていません病院では今後、患者や職員少なくとも240人の PCR 検査を行う予定だということですまた、外来診療や救急は通常通り対応するほか、 外来は電話などでの対応も行うことにしています。